ロングビーチはアメリカ海軍の懲戒フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦米はカリフォルニア州ロングビーチ及びニューヨーク州ロングビーチにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。ロングビーチは海事委任契約の元 PG-142 として1943年3月19日にカリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチール車で寄港した。 1943年4月15日に PF-34 に艦首変更され、1943年5月5日にウォルター・ボイド夫人によって命名、浸水。1943年9月8日に、艦長 TR ミッドトライング沿岸警備隊象佐の指揮下、収益した。カリフォルニアでの成長後、 ロングビーチは1944年1月12日にカリフォルニア州サンディエゴを出港し、オーストラリアのケアンズに向かう。2月17日に到着し、上陸支援艇2隻をミルーン湾からサデスト岬まで、牽引、3月16日にアドミラルティ諸島のマヌスト上陸に参加するカーターホールの護衛として出港した。3月18日にサデスト岬に戻り、 ニューギニア付近で護衛艦としての任務に従事し、4月19日にアイタペ侵攻に参加する。その後8月6日にスハーテン諸島へ向けて出航、偵察及び艦砲射撃を行い、美薬島近辺の日本軍の抵抗を排除した。ロングビーチは8月31日にニューギニア沖での任務に戻った。11月5日、ロングビーチは補給に向かう。 戦車揚陸艦隊の護衛として、レーテ島へ出港し、11月15日にレーテ湾に到着、21日にニューギニアに帰還した。12月15日に帰国の都につき、パナマを経由して1945年1月25日にマサチューセッツ州ボストンに到着した。オーバーホールも3月27日にアラスカに向けて出港。 途中パナマ運河地帯のバルボアで訓練を行い、1945年7月12日にアラスカ州コールドベイで退役、レンドリースポーに基づき、ソ連海軍に対与された。ソ連海軍での任務後、横須賀でアメリカ海軍に返還された、ロングビーチは1953年11月30日、日米船舶対応協定に基づき、 第10回対予艦として警備隊に対応され、地位として収益し、横須賀地方隊に編入された。同年12月23日、ケヤキ、土地、薪と共に第3戦隊を新編。1954年4月10日、第3戦隊は第2戦隊軍に編入された。1957年2月15日に新たに建造される。 原子力ミサイル巡洋艦にその名を譲るため、ロングビーチの艦名は取り消され、同年9月1日、艦籍番号を PF-297 に変更された。1960年12月1日に新編された第3護衛隊軍に機関として編入された。1961年12月1日にアメリカ海軍から除籍され、 PF-34 は1962年8月28日に太陽から強陽に変更された。C は1964年12月10日、護衛艦隊直轄艦となり、1966年4月1日、横須賀地方隊に編入。百六十七年三月十一日には特務船に区分変更され、百六十八年三月十一日に、 除籍。1971年7月12日、アメリカ海軍に返還され、その後、スクラップとして処分された。ロングビーチは、第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。